さあ続いてダンジョンズドリーム、なんかツイッターで見ましたよ、なんか結構いろいろ物議を醸し出してると、めちゃめちゃキャラいいの手に入ったんだけどみたいな、自分が欲しがってるネオももらえたりするんですかね。それもこれもこのカードに勧誘成功っていう形なのか、ウィンならもらえると。チャンスフロアだと限定キャラが登場して、勝利すると次のフロアで限定キャラが登場で、ピンチフロアで敗北するとダンジョンの攻略は終了となる。ピンチの時を切り抜ければずっと引き続けられるのかなっていう仕組みで、めちゃめちゃ限定を取れるチャンスでもあると。もう引きの問題ですよね、こうなってくると。行ってみましょう。 OK スタート。いいんだよ、行ってみましょう。まずはあ、なるほどね、勝利でキャラ獲得、敗北でも次フロアへ。この子なんだろう、あ、見れない、見たいな、押すことによってどんなキャラか見たいんだけど、これ行ってみよう。ウィン獲得、勧誘成功いいのこんなんで、仲間の数、どうなんな、ウィンで固まったけど、あ、押せばいいの、仲間の数1、強そう、え、変わってないと思う、これだと思う。まだまだチャンス、ん、まだ負けてもだ、おお、勝ったよ、やったぜ。持ってるキャラなんだ、なんかミュウついてないけど、なんだっけ、天草四郎か、天草四郎は見てなかった。でもここでしょ、ここなんかずっと多いんだよ、あ、ルース失敗、まあ持ってるんでね、でもまだまだ次チャンスなんで、次ここでウィンが出れば、ウィンが出れば、次限定が出てくると。来い、よし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 、あ、持ってたね、ハーメルだっけ、なんだっけ、はい、次の限定はネオで会ってください。誰が来る、やってないから分かんない、誰だっけ、持ってるよ、ちょ待って、進化してないなこれ、え、あと3回も引けるの、やった、負けんのかこれ、誰やん、分からん、ごめん、やってないと分かんないな。でもネオ出て欲しかった、ずっと欲しがってる。お、持ってないですね。ウィンが真ん中に2つあって、え、ここだと思う、ダメだった、ニューキャラはやっぱ取っていきたいですね。右2つだ、いやでもこれ本当に運なんだろうな、これなんかすごい赤ずきん似てる、赤ずきんじゃない、なんだっけ、すげえ3連敗してる、4連敗はないでしょ、茨城、茨城さん、左側2つがユースだったんで突っ込んでいきます。負けんのかい、え、全然ダメじゃん俺、悔しすぎるでしょ、マジか、いいなみんな、でもそっか、一体手に入ってしまう、選べないでしょ、選べないっていうか名前見れないし、はい、見てみましょう。すごい切ない終わり方になってしまったな。なんだっけ、ちょっと待って、誰、ワールド取ったの俺、いつの間にか、あ、さっきのワールドの進化系か、すいません、モヘンジョだろ、持ってるんだろ、でも分かんなかった、もったいないな、イベントせっかく熱々のイベントだったのに、まあそんな感じで皆さんはいっぱい限定キャラ取ってくださいね。俺は1回目のピンチのところで負けてしまいました。じゃあまたねー。